こんにちは、龍之介です。本日も龍之介チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。清和政策研究会と質疑会に東京地検特捜部が政治資金規正法違反容疑で家宅捜査に踏み込みました。パーティー裏金疑惑、書かないのが問題、検察は悪質性を重視、事務総長らの権限解明が焦点。今回はこの件ですが、自民党の最大派閥安倍派清和政策研究会と二階派質疑会に19日東京地検特捜部が政治資金規正法違反容疑で家宅捜査に踏み込んだ。これまでの捜査で派閥が主導した裏金作りの実態が浮上し、特捜部は悪質性が高いと判断。今後は議員側の事務を仕切る事務総長の権限など派閥の構造の解明が焦点となりそうだ。特捜部は来年の通常国会開催までの関係者の刑事処分につなげるべく捜査を進めるということですが、清和政策研究会の事務所は5時間捜査されたそうです。19日の午前10時頃から東京千代田区にある清和政策研究会の事務所に大勢の報道陣が集まり、特捜部の係官合わせて20人ほどが家宅捜査に入った。そして質疑会の事務所にも午前10時頃に20人以上の係員が入っています。特捜部は清和政策研究会、そして質疑会、派閥が主導し裏金を作り出した疑いが強いとみて派閥側の立件を検討しています。現在19日の18時ですが、私の手元に来ている情報ではこのぐらいになっています。では政治資金規正法違反の関する複雑な問題を少しご紹介します。今回の経緯ですが、問題の発端となったのは昨年末、神戸学院大の神明博教授が清和政策研究会のパーティー収入の不正を発見し、東京地検に刑事告発しました。そして特捜部はこの告発を受け捜査を開始。その中で安倍派がパーティー収入を不正に管理していた疑惑が浮上。疑惑の内容としましては、清和政策研究会がパーティー券の販売ノルマを超えた分を記録せず、清和政策研究会と議員の収支報告書にも記載せずに秘密裏に管理していた。追加調査では特捜部は会計書類や関係者の事情聴取を通じて派閥指導による収支報告書への不記載の構造を明らかにした。さらに一部の議員は還流分を政策活動費として収支報告書に記載する必要がないとされたが、これは虚偽の可能性が高いとされています。そして法律違反の問題ですが、政治資金規正法では収入と支出を明記する必要があります。清和政策研究会はノルマ超過分と還流分を記載せず裏金として運用していた疑いがかけられています。検察当局の見解は、この行為が政治資金規正法の趣旨を踏みにじるものとしています。要するに清和政策研究会が政治資金規正法に違反してパーティー収入を不正に管理していた疑惑が浮上し、それに関連する捜査が進行中という状況です。ではこちらの図をご覧ください。読売オンラインが12月9日に公表した図ですが、パーティー収入をめぐる疑惑の主な構図、関係者への取材に基づく。まず安倍派二階派と分かれていますが、まずパーティー券販売ノルマで所属議員が販売します。そして企業や団体が派閥に支払ってきます。清和政策研究会ではノルマ超過分は収入支出とも不記載、そして還流して所属議員は収入に不記載、これが裏金化しているのではないかという疑いです。二階派質疑会では収入の一部を不記載、こちらが裏金化されたのではないかという疑惑です。所属議員に対してのキックバック、還流は支出分は記載、そして議員側も収入には記載されていたようです。要は清和政策研究会と質疑会では若干違いますが、いずれも裏金化するような構図となっています。清和政策研究会はパーティー収入のうちノルマ超過分を議員側にキックバック、還流し、派閥側の収支報告書の収入と支出、議員側の収入のいずれにも記載せず、5年間で5億円規模が裏金化された疑いが出ています。二階派では派閥側の収入を1億円超少なく記載、安倍派と同様に還流させていたが
派閥側の支出と議員側の収入には記載していたという。自民党最大派閥の安倍派清和政策研究会が議員の囲い込みに裏金が使われていたと安倍派議員の元秘書が実態を証言しました。疑いが持たれているのは政治資金パーティーにおけるキックバックによる裏金作り。参加に必要な1枚2万円のパーティー券は本来派閥の収入になりますが、裏金作りの仕組みにはこうです。各議員にはパーティー券の販売ノルマが割り当てられていて、販売ノルマを超えた差額分が派閥側から還流、キックバックされ議員側に入るというものです。こうした金の流れは政治資金収支報告書に記載する必要がありますが、安倍派では派閥側議員側ともに記載されず、過去5年で総額5億円に上るキックバックがあった可能性があります。安倍派の国会議員の秘書を務めていた男性が取材に応じ、キックバックの実態を証言しました。安倍派議員の元秘書の証言では、まあまあひどいですよ、どこも派閥としての慣例慣習というのがあって、普通に知らずにキックバックをもらってよかったと言って平気な顔をしてポケットに入れる人もいる。悪気がなくてやってるのかもしれない。さらにキックバックの目的ですが、安倍派議員の元秘書、例えば選挙の時に派閥から別で選挙資金をもらえるとか、派閥の規模を維持するためにキックバックを渡して派閥から出ないように囲い込みをする、このような証言も出ています。そしてこの件については大王製紙元会長の井川氏が XQ ツイッターで怒りを示しています。そもそも政治資金として記載すれば無税、それをわざわざ記載せず裏金として処理している。収入として記載すれば支出として記載しなければいけないが、その支出が正しい使途として認められない内容だから記載せずポケットに入れた。井川氏はその使途はおそらく地元の選挙の際に配る選挙対策資金であると推察し、田舎に行けば公然と行われていると指摘。具体例として広島での河井元法務大臣の事件を挙げ、地方議員は同じ自民党だからといって一生懸命汗をかいて票集めなんて絶対にしないと語る。そして井川氏は自身の経験を踏まえて、今回は特捜に頑張ってもらって悪い政治家をたくさん片付けてもらいたいと要望した。いかがでしたでしょうか。今回市水会そして清和政策研究会のみ報道が偏っていますが、他の党派閥についても捜査のメスを入れていただきたいと私は思っています。そしてこの件、動画詳細欄にも記載していますが、龍之介ブログでも詳しく解説しております。ぜひご参照ください。そして今回の動画ですが、ご視聴いただきました皆様はいかが思われましたでしょうか。ぜひご意見コメントをお寄せください。そしてチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。